えー、皆さんこんこにちは。今日もよろししくお願いします。は、えー、足立康市衆議院議員と時田駿参議院議員に来ていただきまして、えー、新型コロナの緊急提言を今まで維新の会と党として5回出してきましていろいろと政府に提言をしましてそれのちょっと簡単な振り返りをやりながら、うん、我々に提案してきたことも実現かなりしてきてますんでちょっと振り返りたいと思います。 うちの研究提言を作り上げるにあたってその事務局長を足立さんがしていただいて、はいでまあ、僕と時田さんもこの作成メンバーの。いやもうほとんどお二人が作った草案作りを <laughs> 見、ね、<laughs> 我々手がきたなって <laughs> まあやりましてでちょっと振り返りたいんですがまず第一弾はですねこれあの各党の、まあ、自民党も含めた各党の中で一番最初に対策本部を立ち上げたのが維新で,、うん、でそこで。 あの考えあのそこで発表したのがもう2月3日ですね。もう2月ですか？2月3日まだこの時期はコロナがこんなに大変かどうかっていうのはまだこう結構曖昧になって、うんま、オリンピックやる気満々でしたからね。うん、であの予算委員会の質疑も他、うん、党はまだスキャンダル付き桜を見る会をずっとやっていた時期なんですのだから第一弾の提言は2月3日だけど、はいはい、対策本部を作ったのは1月の23日なんです,よですね。 でそこでで、揉んでこれをちょうどね春節のね前、うん、まあ直前なんだけどねこれはあやばいぞっていうことで立ち上げたという、うん、でこれあの、まあ、我々のこの作るにあたってやっぱ大阪の府知事市長が、まあ、首長でいろいろ人頭指揮を取られているところと実はかなり 連携したり要望をお聞きしたりヒアリングしたりして進めてきたっていうのが実は背景でありましてまあ特に今、吉村知事がかなり注目されてますけれどもまあその辺りをかなり盛り込んでるっていうのもまあお伝えできたらと思うんですけど一段はあのまず情報公開から始まってるんですけどこれやっぱり、罹患者感染者の方をしっかりとこの情報開示していきましょうっていうところからスタートしてるんですけどこれまあ今ではもう当たり前にどこもやってますけど当時、まだ結構曖昧な概念で。 感染者がどこにいるのかっていうのがまあ結構不安な状況の中でまあそれを大阪がいち早くやってたことを国もちゃんとやろうっていうとこからまあスタートしてるんですけど目玉はですねあの新型インフルエンザ特措法にまあ今回指定されたんですけどそれまでに結構時間かかりました。よねでそれをいち早く提言してることと それから新型インフルエンザ特措法というのはあの新型コロナが対象になっていなかったので,そうです、ね、これを位置づける。はい、位置づけるというのと、はい、あとこれ、多分一番最初に我々が言ってますねであと緊急立法協議会という名前ですが、まあ、いわゆる政府・与野党の。 立法協議会いわゆる意思決定機関のようなものを作るべきだということをこれは足立さんのアイデアで入れてこれ結局実現したけど遅いしちょっと不真面目だよね。これどうなんでいやだから結局あの実は第5弾までやってきてね今の政府与党野党という意味ではね やっぱり僕はあの事務局長でコロナずっとやってきて感じるのはね、はい、結局やっぱり、えー、対話して協議して、うん、一緒に政策を作っていくに値するチームはね結局政府与党だけなんですよいろいろやってきたけど結局自身以外の野党ははしご外してくるわ嘘つくわと。うんうん うん、いうことななんで役に立たないんですらそれには政府与野党連絡協議会っていうのはだいぶ時間が経ってからできたけど、うん、形骸化しててうん、うん、実際はもう自民党公明党維新の会のトライアングルでいろんなものをやってきたという。 あとで出てきますけどなんか今回成立する家賃の件も野党側を結構こうつっついて我々と一緒に共同提案とかやりましたけど、うん、結局向こうもねぐだ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 言う。もうねだから、えー、野党とおっしゃるように家賃もね、うん、あの玉木さんたちと、うん、立国者共産に維新も。 で立国者共産が作ってたあもらいわゆる家賃モラトリアム法案というのは出来が悪かったんで成立、うん、越ながら、うん、そこに5条に私たちの,あの本丸の議論を入れて共同提案にしたそれはねでもねどうせ仕上がらないと思った、うん、仕上がるっていうのはの成立しないので、うん、そこに入れた内容と同じ内容全く同じタイミングで与党にふっかけて、うんはい、かで、えー、自民党の政調公明党と 実質的な予算の議論をやって今回二次補正の3分の2600、うん、万までいくんとかな、ねね、それがまあ仕上がったといことですねうん、うん、それからもう一つあのマイナンバーが今日これから4時から自公委国対委員長でやるんですが。うん マイナンバー4も自公為共同提出になるということですね。すねうん、これは4第4次、第5次にいうですけどもちょっとりあの戻って 2>、うんうん、第2弾は3月4日に出してますね、はいはい、でこれ一番最初に持ってきているのが入国あの禁止措置の拡大。こ,、はい、この時期は実は実まだ中国から あのめちゃめちゃいっぱい入ってきて中国もまだ感染が収束してない時期、うん、であれ当時は武漢だけが武漢と浙江<う>、えっと、省でしたかね、うん、あの辺りまでが対象だと拡大すべきだ論が結構まだ政府は緩い時この、ね、まだ習近平さんが来るんだか不安なのでまだオリ,オリンピックも延期される前れ前なので<前>習近平国賓問題と東京オリンピック問題が やっぱり会議を落としてたのそうですね政府決断意思決定の遅さに影響してましたよね、うん、でこれは実はこれは入国制限の話は我々が一生懸命かなりやって質疑でも各所していただいて一、うん、週間以内ぐらいにこれもう実現したというのがまあありますそれからこの時にやっぱりイベント大規模イベントを中止 してそれに対する保証っていうのが問題になっていて、うん、かなりこれ特に大阪からの要請もあって参れ、まあ、ましたがこれは大型のイベントの保証っていうのは結局実現せずっていうところで、まあ、一部そ,のそこで働くフリーランスの方とかの、ねうん、支援は出ましたけれども。あの保証の話一言しとくとね、はい、あの毎回ここでも申し上げたけどあの新型インフル特措法の改正の時の付帯決議に、うんまあ、入ったんだけど。 政府・与党は OK だったんだけど野党が、えー、足の引っ張り合いで足を引っ張って落としたという経緯があるということは改めてねこれだから自粛と保証とセットだろうというねが、うん、あの野党がやってますけど、うん、実は、うん、そのこの時は我々が言って彼らが落としたという、ねうん、経緯があったという。 それからこの時からあの地方自治体との連携また財政支援という形ではい、はい、これは実は実現していて、うん、あの地方創生臨時交付金1兆円1次補正予算で今回の2次補正でもプラス2兆円。うん、やっっぱりここの自治体がしっかりとこう 独自の策を打てるようにっていうのはこれまだこの時期ではですねまだまだ全然発想がなかったというか、うん、政府もできてなかったところっていうことですねこれは大きいね <laughs> これ大きいですよね。うん、であの今回、まあ、1兆円に、えっと、2兆円積みましたわけですけど単なる金額じゃなくてね、うん、我々はあの本当にコロナで苦しんでる地域に重点配分してくれと。うんはいうん で特にやっぱり東京大阪だから、まあ、東京は金持ちだからいいんだけど大都市経営者っていうことをずっと言ってきた、うん、っていうことを、うん、とそれから今あの問題になってるあの10兆円予備費の問題ねはい、はい、あれもなんか野党は10兆円もう下ろせとか言ってるんだけど、うんうん、僕らは10兆円はあの財政支出はした方がいいんで、うん、ただそれをね予備費で置いとくんじゃなくて追い積んどくんだったら僕はあの。 都道府県に積んだらいいと思うんですよ。そうそうす基金で。でねうん、だから、私は都道府県にもっと配ったらいい基金か、うん、特別こう、あの。臨時交付金かね。はいはい そう思いますけわれわれ大阪ですけど、時喜さん東京で、東京の都議会出身ですけど、どう,ですかう、はい、いや、もうやっぱ東京もお金はあるとはいえ、今回、なんと95%基金を使い切ったと、やっぱこれ、選挙の前なんでね、小池氏が大盤振る舞いをしたというのあって、それで来年もオリンピック怪しいと、うんうん、しかも税収が下がるということなので、うん、決して楽観視ができないですから、うんうん、やっぱこの地方交付金が増えるっていうのはすごい有益ですし、われ、うん、ね、あの1兆って最初出てきた時も、うん、最低でも3兆から4兆だっていったことが、やっぱり今回、実現してるので、そういうのはかなり 取り入れてもらったのかなという印象はあります、ねうん、補正予算って4月入ってからでしたよね。確はい、もちろん。だからのその 1, 1> 年度。うん、令和2年度第一次補正,次補正そ,う、ね、そうですよね。だから3月の4日にまあ提言を2段やってて、その次にこれ補正予算前に3月の25日に、うんうん、やってるやつで、うん、がこれ一応これパネルで結構拡散されてこれしたんですけど、これはですね。 見起きる改革からスタートしてるんですよ。うん、見起きる改革、まあ、あの、これ。あの、やっぱり相当これダメージが出始めている頃で、うん、まあ、国民からもそういう声もあって。うん、我々ずっと言ってますけど、これあえて、一番最初に先頭に入れさせてもらって。これは、なんか、まあ、吸った本でありましたが、うん、あの、一応成立したと。い。うところです。これどうですか、この歳費削減。あの。<laughs> もう、とにかく、普段から、の、例の参議院のね、六増、はい、の時から、うん、あの。 しっかりやってるのは維新、はい、まあほどほどにやってるのが自公、うん、全くやらないのが維新以外の野党っていうねひどい話そ,<う>それからあの、ね、今回あれでしょう今度ボーナスも我が社は3割カットをして医療関係者に。 っていうこと。で、参議院はこれ2割カットが今回法案成立して、さらに自主返納もできるので。3割までカットできるということなので、我々が衆議院の皆さんに貧乏になっているということです。ちょっと今度、お寿司でもおってもらいます。ちょっと、今のカット。それからですね、第四弾3弾は。まあ、医療関係、感染症対策関係、それから経済対策で。 ポストコロナっていうのを多分,多分一番最初ぐらいに、ねうんうん、ポストコロナポアフターコロナの概念を、まあ、3第3弾には入れてまして感染症対策でいうとこれちょっと注目かなと思うのはあの大阪がこの時期にいち早くトリアージをやり始めたんですホテル旅館等を借り上げて軽症者を分類していくっていうのを,これを予算補正予算入れましたよね。 実現として大きかったっていうのはあります。うんうん、それから経済対策で言うと、まあ経済対策の規模は六十兆円ぐらいをまあ我々提案して結果これ一時二時たすまみずで六十兆弱まであのうちの意移行訓練でいただいたって書いてあります、ね。<laughs> 提案通りで。提案 だからただこれあの、まあ、我々の中で出てたのは社会保険料等は、まあ、猶予なったんですけどやっぱメンズまで売り込んだりんじゃないか論、うん、それから10万円の寄付はこの時我々が提案してまして、うん、まあこれも実現してます。うん、だから、まあ、消費税の 減税8%っていうのは入れてるんですけど、うん、これはちょっとなかなかまだそうですね、はい、ただこれ明日ですね参議院の方では法案を提出するということになりましたので,、うんでね、最後の戦いでプログラム法は時田さんの方でやっていただいたという形で、うん、でこの,この3月の末の時点で出口戦略を作るべきだろう。 我々はまあ訴えてるとこれ出口戦略がこれ話題になってきているのがこの5月の中旬以降ぐらいなのでまあかなり早くに出口戦略を意識しましょうというのをやったっていうのがこう振り返りですねで次に第4弾がここからまあ1か月ぐらい経って4月の27ゴールデンウィーク明けなんですけどここでマイナンバー、うん、マイナンバーあの一丁目一番地に、はい、まあここで勝負をかけたんですね。<laughs> はい でマイナンバー、それから事業資金から生活保障、で臨時交付金のさらに拡充、で医療関係という形なんですけども、これ、実は今回補正予算で雇用調整助成金の,、うん、あの助成率、または総額あの支給額の引き上げっていうのが、うん、まあずっとこれ、なんか私もずっとやってたんです。ずっっとやってたねここれはもうあのこれはもうかなり 良かっったたたなと思もう自分のの会社のためにやです。<laughs> <laughs> 雇用調整助成金これ良かったですしそれからあのテナントオーナー双方支える賃料の件ね、はい、家賃の件もまあちょっと規模的には我々想定しているのよりは弱かったかなと思うんですが、うん、まずだあのまあでもねい僕いろんなとこで聞くけど本当にあのまああの。 よありがたいって言われてます今。今、うんねうん。まあ、あの、ね、あの、でかい店舗たくさん持ってらっしゃるところとか、課題あるんだけど、まあ、いわゆる。あの。 2店舗っていう方々は本当に声が届いてますそうですねだから23店舗ぐらいまでのところはかなりもう救われますねそれから持続化給付金の拡充はまあこう言ってるんですけれどもこれ創業者適用しろというスタートアップねこれは余計入ったんでこれ足立さんもかなり質疑もう決済で何度もやってねこれも拡充されましたしそれからあと創業者とフリーランスねフリーランスありました あとこの地方臨時交付金の拡充もやっぱこれで二次補正でまあなりましたしこれもかなり実現してきていると、うん、まあここまでが4段なんですがこの第5段はあの今後の話をや,やらせてもらってこれが多分一番ここから課題になってくるかなというところで、うんうんまあ、藤田さんが真面目にやりだしたのはこの5段から違ですよ いやこれでもこっからやっぱり出口戦略からこの医療体制をやっぱ抜本的にこの長期戦見据えたことをやっていかないといけないでまあこれは補正予算のにも絡んでですが二次補正についての要望をまあ入れて雇用調整助成金家賃学生の支援 でまあ、持続化給付金の拡充と地方創生臨時交付金のけ都市傾斜配分というところで、まあ、プラス、ちょっと今、腰折れになってしまいましたが9月入学、IT 教育のインフラ整備それからまあマイナンバーこのあたりの改革メニューというのをう入れてきたという形で,、うんはい、でここはだからやっぱり自民党がねなかなかやりきれないところだよね。 今後のそのそアフターコロナポストパンデミックはこれはも選挙を含めて我々がその政策集、まあ、またはマニフェスト社会像の提示として勝負していかないといけないというところでそれをプロジェクトをまた始めようと、うん、いうことを党内でまあ考えて事実上プロジェクトチームがもう動き出してるもんね藤田さんを中心に、ね、それはまだカットしといた方がいいな <laughs> <laughs> もう言っちゃえもう既成事実化しましょう やっぱりそこのところのプロジェクトはここからのこの国会閉まって次の臨時国会までにしっかりとしたものを作るというのをやっぱ改革メニューですね,ですねやっていかないと。だから改革派として なんか思いありますか <laughs> 僕がやったのも全部がこう自由主義に染まってしまうので <laughs> 行き過ぎ行き過ぎてしまうので <laughs>。でもまあ本当にいつ解散があるかわからないというね9月にっていう話も出てく中でやっぱりこう日本維の会が今までやってきたものをグレートアップさせてパッケージ打ち出すっていう作業をしなきゃいけないのでこれは我々夏の宿題ということで。<laughs> だからこの提言で我々がやってきたのことはやっぱり次の先先先手先手を見据えて提言をどんどんやってきたがゆえに結果として。 提言していることが1か月後2か月後には、まあ、やっぱり民意も動いて実現しているっていうことは我々としてもまあ良かった面もありますから。収録中に電話忙しいということでちょっと第六弾は必要に応じて、まあ、また出すかもしれませんがやっぱ次はこの第五弾のつながりである。 新たなこのまあ出口戦略とそれからその次のアフターコロナポストパンデミックの改革メニュー経済政策っていうものを今度しっかりと打ち出せるようにまあやっていきたいと思いますのでまだまだ余談を許しませんがあのしっかりとコロナ対策我が党としてもやっていきたいと思いますそれからあの、はい、まああの将来のねそれはもちろんやっていくんだけど、はい、あのやっぱりまだ苦しんでらっしゃる方々いらっしゃるそで,、ねはい、でそこはまさにね十兆円使ったらいいと思うんですよだからその十兆円の使い方はね。 あの我々も強く働きかけながら、うん、あの手がやっぱり届いていないところ、うん、のしっかりやっていかないとこ思いますよねうん、うん、今、この10兆円の,その予備費を積んだことに対しての批判あるじゃないですか。われわれ地元で結構聞いていると新自民の方々も結構疑念を持っていて、うん、今の安倍さんのやり方でそれなんていうか理解得られるのかなという声が自民党審判所も結構あるんですよ。うん やっぱこれは我々もこうちょっと突っ込みどころというかしっかりとだからやっぱりねその予備費ということは内閣が決めないと使えないわけですようん、うん、でそうじゃなくてもうねあのさっきの,あの臨時給交付金じゃないけどうん、うん、都道府県に全部配っちゃってうん、うん、自由に使えというふうに渡しちゃった方がねうん、うん、絶対良かったと思います。一説にはその 解散をするからっていう議論があるる、ねうん、解散をするから臨時国会で第三次補正やるの大変だからできないからもう積んじゃってるという議論もあるんだけどそういう政治的思惑はまあ僕らちょっと置いといて、うん、やっぱりとにかく、えー、お金はあるんだから、うん、で苦しんでる方がいらっしゃるんだったらやっぱりそれをつなぐのは僕ら政治の責任としてね,ね、はい、やっぱりやっていかなあかんと思います。はい ということで、えー、今回はあの提言の振り返りそしてまた次の、えー、議題につなげていくということで今日は終わらせていただきますありがとうございましたありがとうございましたし頑張ります